はい、どうも、レッドコンプレックスです。このワールドカップのインターナショナルカップ2022のビッグタイムのこの選手を紹介していきたいと思います。ということで、今回は、ビクター・グバルディオル。いや、来たね、クロアチアから。俺、モドリッチかと思ったら、グバルディオルなんだ。身長185センチ、左利きの選手、まだ20歳か、センターバック。プレスタイルはハードプレスで、これ、サイドバックもできるっていうね。チームスタイル適性は全部90乗ってくると。それじゃあ、細かいのの口と塩化の方を見ていきましょうか。このようにね、選手は試合に関する動画をじゃんじゃん上げていきたいと思ってますので、めちゃくちゃ真面目になりますので、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それでは、やっていこうか。アリーベデルチ。はい、タレントポイントの振り方はこんな感じになってます。ババーン。鼻声ごめんなさいね、マジで。いつ治るんだろう。意識した振り方としては、指名契約権のグバルディオルをちょっと参考にして作ってみたんだけど、このね、ビッグタイムのグバルディオルは、ドリブル数値とパス数値が元々の数値がめちゃくちゃ低い。なので、そこをちょっとカバーしつつも、伸ばせるとこは伸ばしたっていう感じの振り方にしてます。だから、ちょっとだけドリブル数値を上げてて、主にサイドバックで使いたいっていう感じなので、ドリブル数値最低限は上げてて、ドリブルぐらいは70乗るぐらいにしてまして、パス数値もどっちも70台ぐらいかな。で、このディフェンス数値、これは高いね。もともと高いので、そんなにめちゃくちゃ振らなくても90乗ると。サイドバックにしては十分かな。そして、このスピシュン。で、スピードをね、めっちゃ上げました。結構サイドバックはフィジカルスピードっていうのがめちゃくちゃ大事だから、しっかり上げてあげまして、クイックネスを1だけ上げることで、ボディコンを70乗せるようにしました。そしてフィジカルコンタクト80乗せですね。逆進の精度普通高いの、コンディション並み小さい。守備系のスキル優秀で、マンマークインターセプト、ブロッカー、エアバトル、スライディングタックル、アクロバティッククレー、全部持ってるやん。全部持ってるやん。強すぎ。コンディション並みがもともと小さいにしても、ゼフ長になることって全然あるから、このグバルディオルの B 固定って言ったら取りに行くしかないでしょということで、試合での使用感の方早速ね、見ていきましょうか。それでは、どうぞ。はい、グバルディオルね、使ってみたんだけど、めっちゃ強いわ。俺、グバルディオルって初めて使ったんだけどさ、がっちり止めてくれんのよ。で、足速いしさ。だいぶサイドからこう駆け上がってくる選手を完封してくれる印象がありますね。結構安心して見てられる。ブロッカーとかしっかり持ってるので、すり抜けっていうのも結構少ないかなって思いますね。で、利き足が左利きっていうのもすごく、偉い。難点一応上げるとするならば、やっぱヘッドがちょっとあれかな。身長かな。ヘッダーとか持ってるにしても、やっぱ身長があれなんで、そこら辺の弱さはあるかもしれないけど、だいぶサイドバックの中では群抜けてると思うので、ビカキンの方は全然金つぎ込みましょう。